じゃあ大臣、この後々この追及が深まっていった場合ね、もしも何か責任を取らなきゃならない場面が生じたとしたら、これ大臣辞職っていうことじゃ済まないですよね。議員辞職まで考えられてるんですか？家庭で進むついてお答えできません。ご都合のいい話ですね。国会っていう場はずっと家庭で進められる世界なんじゃないですか？こうなったらどうなる、だからこういう法律を作ろうとか、こういう岩盤規制を行ったらどうなるっていうことで進めてきた話なんでしょ。で、自分の進退についてはこれだけ世間を騒がし、これだけはぐらかし続けてね、この内閣委員会だけじゃなく国会を愚弄した上に、でこれイコール国民が舐められてるって話になるんですよ。野党のバカをはぐらかして、で結局審議時間が削られたってことで終わる話じゃなくて、これイコール国民がバカにされてる話なんですよ。もしもご自身この先この追及が進んで進退問題になった時に、大臣辞職だけで済まない話でしょこれ。議員辞職もなさろうおつもりでしょ、いかがです？これは国民経済のためにやってると私は信念を持ってやっています。まあ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 、そうですか。